ガールズ競輪選手のための自転車競技トレーニングマニュアル、セクション9トラックトレーニングエクササイズ3、特化したパワー、スピード。セクション1で説明した6種類のトラックトレーニングエクササイズから、特化したパワー、スピードを養うエクササイズを紹介します。これはセクション8の特化した筋力、スピードに近い効果が得られるエクササイズですが、こちらはモーターバイク誘導が利用できる場合のエクササイズです。特化したパワー、スピードとは、レースに特化した状況での加速時のパワーとスピードを鍛えるトレーニングです。ここで言うレースとは、目標とする実戦のことで、この動画では実際の競輪のレースのことを指しています。このトレーニングはモーターバイクを使用します。実際のレース用の 95-102% のギアを用いて、実際の競輪のレースで必要とされる最大パワーと回転力、スピードを同時に高めることを目的とします。モーターバイクを追従することによるスリップストリームを生かして、実際のレースと同様のペダル回転数とスピードを再現することにより、自分のスピード能力をしっかりと伸ばすことができるようになります。このトレーニングはパフォーマンス維持を目的とした14日間トレーニングプログラムでは13日目、パフォーマンス向上を目的とした14日間トレーニングプログラムでも同じく13日目、疲労回復を目的とした14日間トレーニングプログラムでは12日目に組み込まれたエクササイズです。また3つの目的別3日間トレーニングプログラムでは、スピードの向上を目的としたプログラムの3日目に行います。特化したパワー、スピードに関するトレーニングを行います。今回のトレーニングでは、モーターバイクを使用した SML と呼ぶ低中速助走からのフライングスタートで行います。距離は通常200-333メートルです。バンク上部から開始し、ギアはレース用の 95-102% を使用します。特化したパワーを鍛えるのが目的です。モーターバイクを追いかけることで最高スピードが上がり、より高い負荷がかかります。バンク上部から駆け下ろしで一気に加速することで、最大限のスピードが引き出されるのです。選手はモーターバイクに追従し1周半助走します。モーターバイクのなるべく近くを追従することが重要です。スタートから爆発的なパワーを発揮しましょう。選手がモーターバイクを追いかけることで最大のパワー、推進力を発揮します。フィニッシュまで最大限にスピードを上げます。まもなく選手がスタートします。ここから一気にスピードを上げていきます。集中力が鍵です。このように徐々にスピードを上げていきます。モーターバイクが選手の力を最大限に引き出します。バンク上部から駆け下りる際にモーターバイクに近づいていきます。モーターバイクのドライバーはこれを見て加速します。これは特化したパワー、スピードを強化するための最適なトレーニングです。